皆さんごきげんよう上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。なお、喉の調子はゼフチのままです。 扁桃線が腫れてそれに伴う発生障害が起きているので一度治りきるまではこの状態が続くと思ってくださいまたこのような状態になるのは私の場合だとそれほど珍しいことではなくまた一度発生すると長引くことが多いのも一つの特徴となっていますその点ご了承くださいそれでは今日取り上げる主な話題から見ていきましょう1ウクライナ軍の戦車数ゼレンスキー大統領が明かす 2日本のウクライナ支援は世界一なのか政府批判のためなら嘘をつく人々3腐敗大国ウクライナロシアと協力したらロシアと経済協力して日本のお金を献上したい人たちウクライナ兵3万1000人が死亡ロシアの侵攻でゼレンスキー大統領が公表ウクライナのゼレンスキー大統領は ロシアによる全面侵攻でこれまでに3万1000人のウクライナ兵が殺害されたと明らかにした一方で負傷者数についてはロシアの軍事計画に役立つ恐れがあるため公表しないとしたゼレンスキー大統領はロシア側がウクライナ兵の死者数を誇張しているため最新の人数を公表すると述べたこの戦争で3万1000人のウクライナ兵が死亡した30万人とか15万人とかプーチンとそのた 嘘つきななながいい。けるような人数ではないしかし一人一人の損失が我々にとっては甚大な損失だロシア側のプロパガンダにおいてはウクライナ軍はその大半がすでに死傷しているといったような話をしています死者が15万人30万人そして負傷者がその場合60万人程度上乗せすればウクライナ軍全体がすでに全滅状態にあるというような話を ロシア側ででは宣伝しているのですまたロシア占領下のウクライナの複数の地域で数万人の市民が死亡したがその正確な数は不明だと述べた何人が死亡し何人が殺され何人が殺害され拷問されたのか何人が強制送還されたのか私には分からないゼレンスキー大統領が言っているのはロシア軍が占領している地域で一体どれだけの人々が 亡くななくくってていいいるかかについては全わらないのです以前ロシア軍が占領していた地域を奪還したことによりロシア軍が占領地域で略奪や拷問殺人などを行っていることが明らかになったわけですが現在では戦線が膠着していますからロシア軍の占領している地域で何が起きているかは確かめようがないのです。 アメリカ当局は昨年8月、ウクライナ兵の死者は7万人、負傷者は12万人に上るとした。ゼレンスキー大統領の言っていた3万1000人との開きが大きいわけですが、これには理由があります。ゼレンスキー大統領は、遺体が見つかっていない、遺体が確認されていない不明者については、 ままだはっきりとと戦車に数えていないとされていいいなされす一方アメリカは遺体が回収できなかったとしてもおそらくは亡くなったであろう人たちをカウントしているわけですおそらくはアメリカ当局の推計の方が実践に近いと思われます 一方、ロシア軍の損失はゼレンスキー氏はロシア側の損失についても言及しこれまでに18万人のロシア兵が死亡し数万人が負傷したとしたイギリス国防省はこれまでに35万人のロシア兵が 死傷したとの推計を出したここでロシア側との比較ができるわけですがロシア側の方は死者が18万人ウクライナ側に比べると随分と数値が大きく出たわけですが実際この数値が全く当てにならないかといえばそうではありません例えば東部戦線アウディウィーカの戦いは非常に激しかったわけですがこれについての 死傷者数について見て見おきましょう2023年10月10日から2024年2月17日までの間にロシア軍の死傷者は4万7186人そのうち戦死は1万6000人でした。この 1>, 1万6000人という数値は私はかなり信憑性が高いと思っていますその理由というのがこの数値を発表したのがロシア側の軍事ブロガーの従軍記者だったからです彼はアウディウィーカにおけるロシア軍の戦車数が1万6000人であることを公表しそのことが他方面から非難の声を浴び彼自身が軍の圧力によるこの投稿を削除したことを告白その後彼は死亡しました 当局は自殺だと発表していますたった4ヶ月間でたった1つの戦場において1万6,000人が亡くなるといったことからも分かるようにロシア軍の方の死者数については 非常に多くなる傾向があります例えばアウディリーカの前のバフムトにおける戦いにおいてもロシアは囚人編を用いる人海戦術を多用したことにより数万人規模のの死傷者をたったっ一つの街で出していますそうしたこともあってロシア軍は犠牲を全く気にしないこうした攻勢をかけることが一つの特徴となっています。 そしてそのような人命を軽視したロシア軍の人海戦術と戦っているのがウクライナ軍で割合としてはウクライナ軍の方が死者数少ないわけですが政治的な影響が大きいウクライナの方がよりこれから国民との対話をより慎重に行っていく必要があるでしょう。続いて、 日本のウクライナ支援はは世界一ではないか日本だけがウクライナ支援に圧倒的なお金を投じているのではないかといったことを言って日本政府を批判する人たちが YouTube や X の中には集団としてある程度まとまっていますしかしそれは全くの間違いです 例えばこのグラフは各国の軍事支援や経済支援といったものをグラフで表したものです。順位としては1位が EU、2位がアメリカ、3位がドイツ以下イギリス、デンマーク、ノルウェー、日本となります。EU は国ではなく集合体ですから国として見た場合において日本の支援順位は6位となります。 この時点ですでに日本だけが突出してお金を出しているということが全くの間違いであることは明らかなのですが、さらに付け加えて情報を入れておく必要があります。日本の支援は2023年にかけて1.2兆円行われました。しかし、この1.2兆円、まるまる無償支援ではありません。世界銀行を通じての融資がこのうち9000億円含まれています。 融資というのは基本的には返してねえということを念頭にしたものであり他の国が行っている見返りを求めない無償支援とは全く別のものですもちろん世界銀行を通しての融資ですから非常に低い利率には設定されてはいますが返す前提なのか返さない前提なのかといったものは全く大きな違いですまたウクライナに対する復興会議の温度を取ったのは日本なわけですがここで 日本が打ち出したのは地雷撤去などを含めた支援策の取りまとめでお金としては158億円しか表明していません。 その他には投資をするのは民間企業であるとして金額としては出していない部分もありますそしてここからはいよいよ支援の総額が全体でどれだけあって日本がその中でいくらなのかを見るときの数値をご紹介しておきますウクライナへの支援が2022年2月24日から2024年2月現在までの間各国が表明した累計支援額は日本円にすると約50% 直近では EU が8兆円のウクライナ支援を表明しその予算案が採択されましたまたウクライナと2国間の安保協定を結ぶ国が協定表明と同時に数千億円を支援することを発表するなども相次いでいます 現在、ウクライナと2国間の安保協定を結んでいる国は、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、デンマーク、これにオランダも加わる予定です。また、日本は軍事支援を除いた形で、ウクライナとの安保協定を結ぶと言われています。全体で50兆円ウクライナに対する支援が行われ、この中で日本の支援は、有資9000億円を含めて1.2兆円です。 全体の割合から言ってもそうですしまた単独の国家としての支援としても全く1位2位には及ばないものでありこれを見て日本だけが突出して支援しているといった話をするのは全く現実とは異なっていますこのようなデマを作り出す人たちはとにかく日本政府を批判するそのための目的としての嘘やデマフェイクといったものを全く何の躊躇もなく使う人たちです非常ににこれらの人の人情報発信に 気をつけてください最後に腐敗大国ウクライナを批判する人たちに。 ロシアと比較したらの話をしておきましょう日曜朝の番組において鈴木宗男氏、橋本弁護士などが出演するテレビ番組がありましたその中で鈴木宗男氏は積極的にロシア側の広報戦略を自らの持論として展開し自分がいかに真ロシア派であるかをアピールしていましたその中で展開されたウクライナ批判の一つがウクライナは他の国々からの軍事支援に頼っており 自分の国で戦えないんだったらさっさと戦いをやめるように促すといった発言がありました。 これは現在の国際秩序においてはそもそも侵略戦争がダメですよという話がありこれを破った国が本来は秩序の破壊者ですそして侵略を受けている側がそのような国際秩序を破った者に対して対抗して戦いそしてその手助けを各国に求めるのは非常に正当な行為でありこれを批判するのは間違っています もしも侵略を受けたらどこの国からも助けを求めてはならないなどとなれば単純な話として軍事大国はいくらでも攻め放題で軍事力の低い国を占領統合併合していくことができてしまいますこれはまさに武力がものを言うュ話の世界で国際秩序など存在しないものとなりますまた 鈴木宗男氏はこのような話もしていましたウクライナは腐敗大国でありこのような腐敗大国に経済支援も軍事支援もするのも全てが誰かの懐に入るものでありこんな国に支援するものではないといったような話ですこれについてもまたかなりのロシア側の主観に基づいた発言ですなぜならばウクライナは 何だかんだ言っても民主主義体制の国ですから国民の中から腐敗を治せという機運そして要望が 政治家たちに向けられていますそもそもゼレンスキー大統領が誕生したきっかけというのもウクライナ国内にある腐敗といったものをなんとか改善してほしいという願いが込められて彼は大統領になったのですしかしゼレンスキー大統領自身は政治家ではありませんでした彼自身はまずはロシアで成功した 芸人であり、その後ウクライナ国内で放送された「大統領役」という一つの当たり役を引いたことにより「ああ腐敗不正に立ち向かうんだならこの人は」といった イメージ戦略にに成功し大統領になった人です政治家ではもともとはありませんでしたそのため実際に腐敗対策としてさまざまなことに取り組みはするのですがこれほどうまくはいかず国民からの信頼は残念ながら低いものでしたそのため低い支持率そして政治家ではないといったことから プーチン大統領はゼレンスキー大統領を非常に軽く見ていました。だからこそプーチン大統領は攻め込めば3日でウクライナを滅亡させることができると本気で信じていた可能性があるのです。 ちなみに政治能力としては十分ではなかったゼレンスキー大統領ですがだからといって国民からの要望である腐敗対策に継続的に取り組んできたことによりウクライナに対する腐敗国家としての評価は確実に改善傾向にあります現在のところ最新の情報としてはウクライナの腐敗認識指数ランキングは104位一方においてロシアの腐敗指数ランキングは141位です 104位のウクライナと141位のロシア、比較してどちらの方が腐敗大国の名にふさわしいでしょうか。そもそもロシアにおいては腐敗体制といったものが権力の基盤となっています。 プーチン大統領自身も私服を肥やすことで有名ですが、彼の取り巻きたちもまたいかにして不正を合法化するかによって富を築き上げてきました。プーチン大統領やその取り巻きたちとの権力的なつながりによって大企業のオーナーになるといった道が、 確保されることにより、経済的な符号オリガルヒとプーチン大統領との間に密接な関係が築き上げられ、政治と経済界ががっちりと手を組んで、ロシアの腐敗体制は堅固なものとなっています。支配層全体が腐敗を容認、もしくはそれを自分たちの利益のために積極的に活用しているような国です。 そして、鈴木宗男氏はそのようなロシアに対して経済関係を結び、日本の税金をロシアに献上する形で友好関係を築こうという政策をこれまで持論としてずっと展開してきました。結局のところ、ロシアはそのような鈴木宗男氏のような自分たちにとって都合の良い政治家を日本側に持つことによって、日本のお金をどんどんと吸い上げようといったことを行い続けてきたわけです。そもそももロシア側には話し合って 領土を返還する気など全くなかったのは明らかですこの辺りの内情については一度大統領をしたメドベージェフ氏が日本を小バカにし続ける発言をいつまでもいつまでも繰り返していることからもある程度わかるというものです。 最後に、ウクライナ支援をするよりも、日本国内のさまざまな政策に全力投球すべきだといった意見があります。それは意見の一つとしてはわかるのですが、常に政策というのは全方位展開しなければなりません。内政問題に一生懸命だから外交政策が全くしませんでしたよといった話は成り立つわけではないのです。基本的には、 どっちもやらなければならないというのが正解です私自身は岸田政権の一番の問題は内政政策です外交安保政策というのはどちらかというと安倍政権菅政権よりも一歩前に進んでいます岸田政権を批判したい人たちの中にはとにかくゼロか百でしか 評価できない人たちがいて一歩前進はそれは100点満点じゃないんだからそんなものはなしだといった形でとにかく何でもかんでも批判する人たちがいるわけですが。 予算を増やしたのも岸田政権ですし予算を増やしたからこそ長射程ミサイルの開発にも取り組むことができていますしまた防衛装備品の輸出に関しても公明党が反対しているだけで自民党自身としては一歩前へ進もうとしていますまた対スパイ法という大きな目標はまだまだ遠い状態ではありますがその前段階であるセキュリティクリアランス制度については 岸田政権では進めるようにと高市議員の背中を押してくれています安倍首相の時代においては安保政策が非常に大事ですよという話をずっとされてきたわけですがその時よりも岸田政権の方が安保政策が確実に前に進んでいることはこれは評価すべきでしょうもちろんこれも100点満点からは遠いわけですがだからといってこれを0点扱いするのもまた間違った評価ですそして内政問題について 十分なな政策は取れていない本来であればその問題について個々に指摘すればよいのにわざわざ嘘やデマ フェイクニュースを作ってでも政権批判をしたい人たちというのは私にとってはただの嘘つきにしか見えませんというわけで今回はゼレンスキー大統領が明かしたウクライナ兵の戦死者の数についてそしてその後のウクライナ支援の額やウクライナを取り巻く不敗指数ランキングなどについて解説しました情報がさまざまなところから出ている状況ですがだからこそ人をだまそうとする 情報発信者には本当に気をつけなければなりません。さて、最後に余談なのですが、私の喉の調子についての話をしておきましょう。 私には変動腺肥大という子どもの頃からの状態異常があってこの変動腺肥大というのは風邪やインフルエンザといったものとはまた異なるところで発熱やもしくは喉の異常といったものをもたらすものです今回の場合は軽い発熱と倦怠感そして一番に出てきているのが発生障害です。これがまたなかなか治りが悪いというのも一つの特徴なのでお聞き苦しいとは思いますが なんととかか我慢してくれると助かりますそれでは今日の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いしますまた情報の整理整頓に役立ったなという方はぜひともスーパーチャットもご利用くださいそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね